血が濁ってて泡が立ってる。作り直せ。ただの隠し子のくせ。口より手を動かせ。早く天ぷらも出せ。これは先代の味に近い一品だな。だが美食祭りで食の神の称号を勝ち取るにはもっと腕を上げねばならん。君は高橋家の後継ぎだ。期待しているよ。はい。ご指導ありがとうございました。坊ちゃま、美食祭りの食材にしても本当に大丈夫なんですか？カブトガニは激毒を持つと言いつつ、これで勝てるのなら試す価値がある。そうですね。でも僕にとって坊ちゃまはもう世界一です。お前そんな俺はまだ坊ちゃま。おいミシゲ、今日は何を作ったんだ？いらっしゃいいらっしゃい、みんな今日作るのは夢の料理だよ。は？よっと、食の神金星、夢を実現させる味だ。今だけ限定お買い得だよ。たったの5問で食べられる。おいしそう。食べたら夢が叶うよ。ください。俺も渡してくれ。はいはい、ちゃんと順番を守るのだよ。嘘つくんじゃない。お前みたいなやつが食の神だと？悔しいなら我が輩と勝負するんだな。でも君が負けたら我が輩の弟子になってもらう。我が輩が満足する一品を作ることができたら夢の料理を伝授してあげてもいい。さあ高橋くん、この食の神が直々に試練を与えて信ぜよう。はい、お師匠様。お坊ちゃま、新鮮な刺身の盛り合わせでございます。ダメ。ああ、握り寿司でございます。ダメ。石狩鍋です。ダメ。これは芋煮。ダメ。お茶碗蒸し。卵焼き。豚肉の生姜焼き。サンマの生姜焼き。すき焼き。あ、ダメ。さっさと起きて、お客様が来たよ。またお前らか。集まりすぎじゃないか。おい、そこの前止まれ。そういうことだから君は全力でみんなをおもてなししてね。都の貴族たちはあんな風に笑わない。いやいやいや、落ちる落ちる落ちる。そんなにうまいのか。あんなに笑顔になるくらい。
ほら、おむすびならまだある。おむすび？嫌なら食べるな。お袋に教えてもらった梅干し入りのおむすびだけどな。へえ、お坊ちゃまのくせにこんなありきたりな料理も作れるんだね。俺はお坊ちゃまなんかじゃない。親父の隠し子だ。子供の時お袋とあちこち転々としていた。行った先で食べ物に困ってるやつがいたら料理を作って食べさせていたんだ。お袋が死んだ後、親父を頼りに都に来た。それから立派な料理人を目指すようになった。このおむすびは今まで君が作ったどの料理よりも美味しいよ。本当か、お嬢様。それじゃあやっと夢の料理を伝授してもらえるんだな。最初からそのつもりはなかったんだ。それは全ては俺をからかうためだったんだな。追いつけたらな。お前の夢の料理が作れなくても美食祭りは一人でなんとかする。どんなことをしても美食祭りに勝たないと。すみません、坊ちゃま。匂いにつられてここに入ってしまったようです。それは怖いよの。よしよし。これ触るな。ちょっと水を飲む。坊ちゃま、それは水だわ。え？俺の味覚が消えた。ボッチャマ、絶滅したはずの古代魚に未知の毒があったのかもしれない。僕のせいだ。どうしよう。俺は勝つんだ。こんなことで負けてたまるか。ただの試合だ。勝ち負けにこだわることないよ。それに試合始める前にやけになったってしょうがない。君の料理の腕と記憶は裏切らない。美食祭りに勝つためだけに研鑽を積んできたわけじゃないでしょ。それじゃあ一体何のためだ。俺をバカにしてきたお前に何がわかる。祭りで勝てなかったら俺はどうやってみんなの期待に応えればいいんだ。味覚を失った俺はもうお袋の夢を叶えられない。それが君の夢なら力になるよ。今年の美食祭りのお題は夢の料理。じゃないだろうな。緊張しすぎて包丁も握れないのかもね。一体何をするつもりだ。何って夢の料理を教えるつもりだよ。なんだ。昔ある人が神様願い事をしました。その人はこう願いました。お母さんの意志を継いで
どうぞ。人々を幸せにする料理を作りたいと。でも神様は気づきました。その人はとっくに作ることができていたのです。食の神が認める最高の一品を。なんでもっと早く教えてくれなかったんだ。できたよ。目を閉じて食べてみて。味が分かる。ミシク、お前は本当に嘘つきだ。勝手に俺の前に現れて勝手に消えていなくなる。それに最初から最後まで俺のことを騙していた。なやつだ。でもお前の思うようにはさせない。絶対に勝ってみせる。お前が残した最後の嘘を俺が真実にしてやる。そう、今の俺は二人分の夢を背負っているんだからな。そうだよ、約束したもん。都の人たちに夢の料理を教えてあげる。さあ、夢が詰まった一品を。ありがとう、神様。大将、美食祭りで優勝したあの食の神にも負けないやつだ。そういえばあの人は結果が出る前にいなくなったよな。食の神の称号は結局高橋家の弟子に与えられたらしいよ。順風満帆な人生を捨てるなんてバカだな。彼が食霊なの？なんか寂しそうに見えるね。よく見てみろ。そうでもなさそうだろ。